はい、皆さんこんにちは、アンナリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造ということで、以前石田三成でプレイをしていたんですけども、今回もですね、プレイをしていきたいと思います。シナリオは前回と同じく関ヶ原の戦いのシナリオです。で、プレイする大名をですね、ちょっと変えまして、こちらのですね、真田家でプレイしていきたいと思います。真田家ですね、こちらです。本城1、市城1、武将7、兵数、まあ、4000ということで、まあ、弱小と言っていいですね。ただ、すごく有名で皆さん絶対知ってると思うんですけども、真田幸村の、ね、家でもありますね。やっていきたいと思います。まあ、真田を選んだ理由は2つあります。まず1つがですね、まあ、来年の大河ドラマ真田幸村ですね。もう1つ石田三成プレイやっていたのでご存知かもしれないんですけども、僕自身天下人徳川と豊臣秀吉の死は家康とつかの間の太平を享受していた戦国の世に、まあ、最後までね、再び暗を招き寄せようとしていた徳川に抗った幸村の家真田でやっていきたいと思います。民衆の二文字を胸に刻み乱世を生き抜いてきた徳川家康がついに天下を制する好機を得たのである。秀吉の意地秀頼の貢献と称しながら、家康は時代の天下人としての足場固めを半ば公然と行っていた。上杉はどうした？まだ上洛せる気か？家康は味方となる大名とは婚姻関係を結び、敵対する大名は武力で恫喝し服従を誓わせていた。豊臣政権下では御大老の一人であった上杉景勝に対しても謀反の噂に対する釈明という形で心中を迫っていた。直江兼続より書状がございました。我らに関するつまらぬ噂が内府様のお耳に届いているようですが、すべて愚か者の妄言に過ぎません。謙信公より受け継ぎし我ら上杉の部門の誇りにかけて妄言の釈明のために上洛するような真似はできません。内府様のように豊臣をないがしろにして天下を伺おうなどというつもりは毛頭ございません。しかれど信じていただけぬというのであればぜひに及びません。もはや我らの間に言葉はいらぬでしょう。言葉はいらぬか。直江山城の神兼継、実に痛快な男よ。この文久しぶりに血がたぎるわ。正信、出陣の支度をせよ。正信っていうのは我ら徳川が天下を進めるための戦、徳川の、まあ、なんて言うんでしょう、直江兼続の手紙が昔からいる家臣の堀田家の直江城である、堀田正信。これにより大義名分を得た家康は会津征伐の兵を起こす。天下の趨勢は家康の思い描く通りに進んでいた。ということで始まりました戦国伝第二次上田合戦発生というところからですね、第二次上田合戦、再び吹く戦乱の風が小大名として枯れかけていた真田昌幸の心を蘇らせる。天下か安寧か、その選択はいかに。戦国大名を進めますか。はい、進めます。昌幸が小山で待機するというのが条件みたいですね。さらに信幸が小山で待機するという条件もあります。さらに幸村も小山で待機ということで、みんな小山で待機すればこの戦国伝が発生するということですね。早速では小山に待機させましょう。小山ということなんで栃木県ですかね。栃木県、この辺かな、宇都宮城、あ、小山城ありましたね。ここに兵を派遣すればいいわけですね。まずは出陣させましょう。信幸を出陣します。小山ですね。はい、
で、あとは上田城にきっと雪村がいると。正幸も出しましょう。この2人を出して我が軍略お見せしよう。はい、これで OK ですね。で内政もやっていきましょう。この後ね、いろ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 というか間違いなく、戦続きになりますから。であとはですね、調略をしときましょう。味方にねなってもらえるように。あとは巡殺します。これで、なんか資金源とかね、そういうのが見つかってくれたら嬉しいなというところですね。はい、武将の数少ないのでもうやれることがありません。先に進みましょう。まず一つ、信行が小山で待機する達成ですね。おそらく小山なんで小山表情が起きるんでしょうね、この後。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。開発しときましょう。であとは調略で怪獣をしときます。この辺りはもう、同じです。で、調査の巡察も、おお、できる城がありませんということで終わっちゃいました。まあ武将の数がね極端に少ないですからね。待機せよ。さあ正幸小山で待機。雪村小山で待機ということで、条件ね達成しました。ここでイベントですね。大阪城、家康が上杉征伐のため東国に向かうとかねてからの予定通り、三成は毛利輝元総大将として挙兵。三成の発した家康を弾劾する檄文に応じて集まったこの勢力を後世は西軍と呼ぶ。その中心人物は以下の4人と、まず三成ですね。あとは大谷義次、さらには宇喜多秀家ですね。そして小西行長です。石田三成、は輝元殿は来てくださらぬのか、総大将でありながら初戦に出ぬのかと、義次は口を慎め三成と、伏見攻めは宇喜多殿の役目という、だけのことだということでね、なんかこの辺りからすでに雲行きが怪しい雰囲気が出てますね。まあこの辺りはね、まあ西軍の内部分裂をまあ思わせるようなシナリオが描かれているというところですね。お、金吾っていうのはこの小早川秀明のことです。まあこの辺りはね裏切りを心配しているんでしょう。やっぱりここで大谷義次も警戒してますね。あの金吾がお前に手を貸す言われなど微塵もない、何か企んでおるのかもしれぬなと。で秀家が、まあ金吾、まあ秀家に対して、秀家じゃない、秀明に対して、お前も豊臣の危機とあらば駆けつけてくれるのだなということで、まあ
浮田秀栄が金吾に話しかけているというところですね。お、ただここで本性を出しました。小早川秀明、何が同じ豊臣家か、太閤の、なんちゃら大名は気楽なものだと。私は豊臣家を追われた者、憎む心こそあれと恩など感じておらんと、三成に恨みを晴らしてやると。裏切り衆プンプンしてますね。さあ家康は三成の挙兵を知ると、退陣中の小山にて表情を開いた。これ小山表情のことですね。ある一人除いて、家康にみんな味方すると、まあ、そういう表彰になったわけなんですが、ある一人というのが、正幸か。ナイフっていうのはね、今見ていただいている通り家康のことですね。それに対して信行が父上というのは正幸ですね。治部の将に就くと。そうです、治部の将というのは三成のことですね。もとよりそのつもりよ、ナイフについても分け前が少ないからなと。この戦、治部の将に勝ち目はございませぬぞと。そこに勝ち目を作るのがわしの役目。妻からも話をさせます。悪いことは申しませぬ。ナイフにお味方ください。このね、信行は、妻に、確か堀田忠勝の娘をね、お嫁さんにしてるんですね。堀田の世話になるなどごめんこむるわいということですね。そうなんですよ。真田はね、この兄信行と弟幸村、まあ、あと父正幸で西軍東軍に分かれて、戦うんですね。この後ね、楽しみですね。そう、この小山で、正幸と幸村が、西軍、信行が東軍に分かれて戦うというところになります。次は正幸が沼田城に入るということなので、沼田城に行きましょう。あ、伏見城では、戦闘が始まってますね。伏見城を守ってたのは鳥居元忠なんですね。鳥居元忠は老兵、若武者たちは家康の精鋭部隊として、派遣して、鳥居元忠はね、老兵だけを、頼りにこの伏見城にこもって討ち死にしたと、多分そのシーンになると思います。鳥居元忠は家康様につき従いて50年と、降伏勧告を、無視したんですね。家康統制前、伏見城の一室で、元忠に対して伏見を任せるぞと、そういうやり取りがあったんですね。で、兵はいりませんと。どうせ落ちる
この清水城にはもう兵はいらないんで、一兵でも多く家康に、連れてってやってくれということですね。竹千代、戦の前に涙などを拭きつてございますぞと。竹千代っていうのは妖名ですね。そして、西軍の猛攻で、伏見城が落城しました。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。さあそれではですね、ちょっと戦国伝確認しておきましょう。正幸が沼田城に入るということなので沼田城に入りましょう。一兵でも多く兵が欲しいので、沼田城が徳川方の城になってるんだ。承知いたしました。でも沼田城に入らなきゃいけないですもんね。なんでこの後のことを考えて、矢沢に関しては、兵数が200しかいませんので上田城に変えさせましょう。で、正幸雪村で、沼田城に入ります。みんな手を貸してくれ。いいんだよね、本当に沼田城に行けばいいんだよね。沼田城下に入るということなんで合ってますね。行きましょう。で大阪城ではさらにイベントですね。東軍武将を伊勢たちの、妻子をね、三成が、人質に取ろうとするんですが、きっとこれはガラシャの一件ですかね。いやーそうですね、このガラシャは人質になるのを嫌って、死ぬんですね。でこのガラシャっていうのはこの名前の通りキリシタンだったので、自分で自殺することができなかったんですね。まあ、そういったこともあってですね、さらに東軍の、戦意が上がったというふうに言われています。そうですね、細川忠興。感情の起伏が激しいことで知られる忠興はこの件を聞き激怒。この件っていうのはガラシャですね。全面協力をしましたと。さあ沼田城下に入りましたよ、正幸が。ご命令を。まだギリギリ入ってないのか。報告いたします。さあ内政で、国高を上げておきましょう。さらには不信もしときたいけどできないか。政策、政策を取り行います。政策を取り行います。五十策っていうのをやっておきましょう。これかな。はい、皆に伝えます。さあこんなとこですかね。密談っていうのがあるぞ。不戦に応じそうな武将がいると。まあね、弱小大名なんでできることは何でもやっていきましょう。正幸が沼田城下に入るということで、戦国伝さらに進みそうです。イエスの上杉征伐に同行した信行が不在の今は、信行の妻お松でいいのかな、小松、お松がここを守っていたと。申し上げます、
上田の大殿が城下においでになりました。何の用か。一夜の宿を借りたい。正幸は、おお、嫁御殿、随分と待たせるでないか。一晩止めてえと。敵味方なんでね、城に入れられないと言ってますね。こんなのがあったんだ。これは知らなかったな。この逸話知りませんでした。そうですね、やっぱ信行のお嫁さんは堀田忠勝の娘だということですね。次は正幸が上田城を守るということで、雪村もね一緒に上田城を守るということですね。軍議を開いて、正幸を上田城に戻しましょう。やるとしようか。正幸一行が、これは正覚寺なのかな。殿、お松様が参られておりますと。孫の顔を見せに来たんですね。すごいな、このお松。これも本当なのかな。へえ、こんな逸話あったんだ。ちょっとね、本当かどうかはごめんなさい、わからないんですけど。表情を始めます。先月の終始です。この浅野家はどっちなんだ。敵の連合か。堀家、そうなんだ。今はでも手出しはできないな、さすがに。兵力がなさすぎますからね。もうひたすら懐柔策をしておきたいと思います。待機せよ。で、あとはですね、数日前、徳川家本拠、これは秀忠ですね。中山道に敵はいるかということですね。真田が兵を挙げたと。この秀忠が率いる3万8千だったと思うんですけど、その大軍をね、この真田が食い止めるというのがこの上田合戦ですね。で、こっちの方はまさに関ヶ原の方ですね。
この、関ヶ原で待ち伏せするって言うんですけど、実際西軍の方が、張った陣地はすごく良かったというふうに言われてますね。後のそのアメリカの、なんて言うんでしょう、軍の顧問みたいな人がこの関ヶ原の戦いの布陣図を見た時には、まあ、西軍のね勝利だろうというふうに言ったぐらいですから、この待ち伏せ作戦自体で、まあ、家康をね包囲殲滅するっていうのはすごく良かったんですけど、実際にその包囲していたはずの味方がほとんど寝返りもしくは不戦、まあ、戦わなかったということもあってですね、まあ、結果的に歴史上は敵が迫っております、惨敗したということなんですね。ご命令を、先月の終始です、報告いたします。というわけでですね、まずは正幸を城に入れましょう。で、開発もやっときますね。まあ、ちょっとどうなるかわからないんですけど、さあどんどん、合戦は進んでますね。そしてまさに今関ヶ原が動くのか、関ヶ原が動く前にまずは上田合戦が先だ。さあどうなる。うわ、5万1000か、すごい兵力だな。こっちは2300、厳しいな。ご命令を、先月の終始です、報告いたします。2000か、2000で5万の大軍を相手にするのか、これすごいな。どうやって戦ったんだろう。戦国伝、第二次上田合戦達成ってなってますけど、何どうなんだ。これ海戦とかやだよ、絶対勝てる気しない。これで倒したことになるんだ。へえ。これは大きいな。というわけで今回はですね、ここまでにしたいと思います。第2次上田合戦ですね、無事達成することができました。次回以降ちょっとどういう展開になるのかね、全くわからないんですが、頑張っていきたいと思います。